指揮官はここにいたんだ。じゃあ初月もここでいいかな。指揮官、初月がこんなに近くにいてあげて嬉しいよね。あとちょっと近づいたらもう逃げられなくなっちゃうよ。秋月型の駆逐艦の初月よ。かの対戦では切り刻まれるまで仲間を助けながらうまく戦ったわ。指揮官を助けるためなら初月別にもう一回くらい頑張っても。しなくてもいいの？はあ。この席は指揮官のものだけど、初月も座りたいって言えば座れるよね。うん、座れるのは初月だけにしてね。どこ見てるの？えへへ、初月が後ろにいたのに気づかなかった？指揮官ったら戦いに慣れてるのに意外と鈍感なんだ。そういえば指揮官、何か忘れてない？何って言われてもね。頑張って思い出してみてね。その忘れたかもしれない何かを。指揮官は困ってるの？困ってるなら初月に助けを求めたらいいよ。だって初月は指揮官を助けるためにここにいるんだから。随格さんってサバサバしすぎだよ。初月みたいに指揮官にアタックしていたらもうとっくに指揮官といい雰囲気に。えへへ、初月的には助かるけどね。あ、指揮官。なんでもないよ。うん、触ったら触ったって素直に認めてほしいの。指揮官と結ばれるようにって授けてもらった赤い糸なの。もっと触っていいよ。任務を手伝ってほしい？欲しいよね。だって初月が秘書官だもん。任務完了よ。報酬のことが気にならないの？お手紙ね。指揮官より前に確認しておくのが秘書官の責務だっけ。えへへ。指揮官を最初に出迎えたのは初月よ。えへへ。秘書官だから当然って言わないの。委託の子たちが戻ってきたわ。初月も一緒に出迎えに行ってあげる。なんだかんだ初月って指揮官に頼りにされているんだよね。初月のために沈みなさいな。 MVP！ 指揮官からのご褒美を独り占めできるよね。負けちゃったの？もう大丈夫、初月が引き受けるから。初月打たれ強いんだから。え、初月を構ってくれないの？どうして？指揮官、初月よくわからないけど謝った方がいいの？初月は遠い場所へ行きました。探さないでください。指揮官、母校のみんなとお元気で。初月より。もしかして初月がいなくなると本気で思ってた？ごめんね、ちょっといたずらしてみただけで本気で指揮官を困らせたりするつもりじゃなかったから。初月はここにいるよ。どこにも行かないわ。だから指揮官は安心して大丈夫。なでなでしながら言っとけばきっと安心してくれるはず。うん、初月は指揮官にとって大事な子なんだからきっとわかってくれるよ。
あ、初月は指揮官を安心させるためにいろいろしてあげたかったのに、どうしていつの間にか指揮官からされる側になっちゃったの？今は初月が指揮官にアピールする番なの。いつまでなでなでする気よ。やっぱり初月は指揮官にとって必要だもんね。ねえねえ、指揮官と初月の関係はこれからどうなっちゃうの？甘々？それともドロドロ？どっちも幸せでとっても楽しみ。